こんにちは、よーくん松浦チャンネルです。本日は長野県松本市、松本駅周辺をサクッと散策していきます。街の栄え方もすごく、また素晴らしい見どころも見ていきます。動画の流れは以下の通りでやっていきます。長い動画より 1.5 倍速再生もありかと思います。それでは行きましょう。松本駅の乗り入れ路線はまず篠ノ井線、長野県塩尻駅で中央西線名古屋方面へ、また中央東線新宿方面に分岐をして直通運転します。篠ノ井線は反対方面は長野駅方面まで運行します。特急列車も篠ノ井線から中央西線中央東線へ向けて走っていきます。今来た列車はワイドビューしなの名古屋行きです。中央西線に乗り入れて走っていきます。松本から名古屋まで約2時間15分で結び、松本は名古屋へ比較的アクセスしやすいエリアかと思います。反対に長野駅までを結ぶ特急もあります。そしてこちら特急あずさ、塩尻駅から中央東線に乗り入れて新宿方面を結ぶ特急です。いやー、このボディデザインがなんともかっこいいですよね。あずさという名前の由来は松本市周辺のあずさ川が由来になっているとのことです。その他大糸線、こちらも長野色の車両ですね。大糸線は松本駅から新潟の糸魚川を結ぶ路線です。途中南小谷駅は JR 東日本西日本の分岐駅となります。またあずさの一部は大糸線に乗り入れ、白馬南小谷駅方面の運行もあるとのことです。最後にアルピコ交通上高地線、上高地最寄り駅の新島島駅を結ぶ路線ですが、撮影時点では途中駅までバスによる代行輸送を行っているとのことでした。以上が松本駅乗り入れ路線となります。観光の際はぜひ把握しておくと良いかと思います。駅構内にはお弁当屋さんあずさがありまして、このように種類豊富に売られてます。その他駅構内のお店は野沢菜わさび漬け、地ビール、地酒、ワインや信州の美味しそうな食材、その他こちら長野の超有名な八幡屋磯五郎さんの七味関連の商品が置かれてます。長野はそばも代表的なグルメより非常に七味との相性が抜群かと思います。はい、それでは改札口を出まして松本駅市街地側にあたるお城口に向かっていこうと思います。改札口を出てカメラを右に回していきます。こちらが駅のコンコースとなってます。松本駅は周辺に上高地を含む多くの観光地を持つ都市より、休日はツアー客の集団で賑わってるみたいです。この日は平日だったので比較的落ち着いている様子がありました。こちらは緑と言いまして、松本駅と直結している駅ビルです。他には緑は長野駅の駅ビルも確かそうだった気がします。あと駅コンコースにあるニューレーズ、ここが結構お土産が充実してました。ちょっと小腹が空いたので信州名物のおやきをいただきました。こちら野沢菜のおやきです。これは手軽に食べられて美味しいのでマジでおすすめです。はい、それではお城口に出て街の様子がどのようになってるか見ていきましょう。はい、駅を出て左手側から映してます。カメラをぐるーっと回すとこのような風景が広がってます。さまざまな通りが駅から放射状に伸びてる感じになってます。でこちらがメイン通りになるかと思います。さらにカメラを右に回していきます。このようになかなか栄えてることがわかるかと思います。松本駅の駅舎はこのような感じで、駅ビルも直結してて比較的大きい駅舎であることがわかるかと思います。松本は駅からさらに歩くとまた市街地が強化されていきますので、ぜひ最後まで動画を見てください。それではまず松本駅お城口から右側を曲がり歩いていきます。広々としててとても歩きやすいです。こちらにはいくつか飲食店が軒を連ねてます。飲み屋さんからコスパの良さそうな飲食店まで、いくつか並んでました。駅を出た右側には高い建物があり、アルピコプラザという商業施設で、下はバスターミナルになっているみたいです。このように近くで見ると立派な建物であることがわかるかと思います。高速バスは新宿、名古屋、京都、大阪、長野とあり、また松本は空港もあるので、日本の主要都市へのアクセスは便利なエリアかなと感じました。それではアルピコプラザからカメラを右に向けて少し進んでいきます。ですぐに左に曲がり、こちらの通りを歩いていこうと思います。左手にはアルピコプラザがあり、上には駐車場をつなぐスカイウォークがあります。ちなみにアルピコっていう名前の意味は、アルパインコーポレーションの頭文字を取って命名されたと、ネットに書いてありました。右側には丸善がありまして、建物がなかなか独特な形をしてますね。そして丸善付近の交差点にはこちら井上百貨店があります。なかなか立派な建物です。さらに井上百貨店を先に進むと、こちら札幌と書かれたビルがあります。ちょっと近くまで行ってみました。そしたらビルに養老の滝と書かれてます。居酒屋さんですよね。他にも中華料理のお店があり、
銀座ライオンチェーンみたいです。このように飲食店が集まるビルになってます。確か養老の滝は本社は東京だけども発祥が松本との情報です。先ほどの飲食店のビルを過ぎると正面には茶色のビルがあります。予備校みたいです。でカメラを右に回すと少し市街地から落ち着いた感じの風景になります。反対側はオフィスビルとか並んでてこのような街の形成をしてます。では一回松本駅に戻りましてカメラを回してこちらの駅から伸びるメインの通りを歩いていこうと思います。松本駅は駅から放射状に伸びる細い通りがありそこには飲食店が非常に充実しているエリアで前泊した時の夜そこを歩いたら非常に栄えている様子を感じました。ここで長野県松本市の概要をお伝えします。松本市は長野市に次いで県内第2位人口約24万人の中核市に指定されています。国宝松本城を中心とする旧城下町です。松本は戦災を免れたことから旧開智学校など歴史的建造物が多く残ります。他に戦災を免れた中規模の旧城下町としては金沢市や川越市が該当するみたいです。また上高地乗鞍岳東には美しがら原高原と自然に恵まれそれぞれの山付近には温泉があります。このように観光資源にも大変恵まれた町です。交通アクセスも便利なため松本で暮らすのは本当ありだなと思いました。でこの通りの途中にある路地なんですけども馬肉料理屋さんがあります。確か馬肉って松本の名物みたいですよね。他にはメイン通りにタピオカ専門店のお店もありました。この映像を見て松本駅から少し歩くと結構高い建物が見えてきて都会的な雰囲気が出てる様子がわかるかと思います。それではこちらの交差点を左方向に曲がります。こちらは本町通りと言われるみたいです。本町通りをしばらく歩き、カメラを左手に向けると、何やら立派な建物がありますね。こちらは海運堂という和菓子屋さんみたいです。さらに奥には松本パルコがあります。パルコがあるって結構大きい町だなということがわかるかと思います。あとはこのように整備された広場があり、景観が大変綺麗な町になってます。本町通りをさらに奥に進むと、右手側に独特の建物があります。なんか表参道とかに普通にあってもおかしくないような外観ですよね。こちら新米メディアガーデンという建物で、信濃毎日新聞松本本社、レストラン、ファッション、他にも様々な施設が入ってるみたいです。テナント表はこのようになってます。新米メディアガーデンの正面からの映像ですが、どうでしょう、松本駅から少し歩いたところにはこのようなおしゃれな景観の都会が広がっていることがわかるかと思います。駅前も栄えてますが、またこの通りは、違った栄え方をしてますよね。それではこちらの本町通りから右に曲がり、中町通りというところに入っていきます。ここがまた味のある通りで、このようにお茶屋さん、飲食店などがたくさんある通りになってます。また江戸から大正あたりの蔵造りの建物も多く残ってて非常に味わい深い通りです。こちらのお芋日和さんの芋けんぴ、正しくは松本けんぴというみたいです。このように回ってますね。とても美味しそうです。この通りは本当回りきれないほどたくさんのお店があって非常に賑わってました。ここの中町通りから実はもう一つ並行して走ってる通りがあります。はい、中町通りの途中曲がって川を渡ったところにいますが、カメラを右に向けてこちら奥にまっすぐ続く通りがあります。縄手通りと呼びます。こちらの通りも蔵造りというよりは長屋風の建物が軒を連ねてまして、美味しそうなお店も充実している通りです。また中町通りとは違った雰囲気の良さがあってとてもいい感じでした。はい、こちらが先ほど歩いてきた本町通りにぶつかりまして、カメラを向けた方向が駅から歩いてきた方向となります。この辺りの街並みがね、非常におしゃれで立派です。今歩いている通りは橋を境に本町通りから大名町通りになるみたいです。ここの大名町通りをまっすぐ行くと松本城があります。通りにはまたまたおしゃれなカフェがありました。松本はこのような雰囲気のあるカフェが充実してて歴史もありますし、本当おしゃれな街だなという感じですよね。他にも通りには、これおそらく井戸からの湧き水かと思いますが、松本の市街地には地下水が豊富みたいです。これだけではなく市街地のいくつかの場所にこのような湧き水の箇所があります。でこの交差点が松本城入り口となります。今映ってるのが松本城です。近くまで来て映像に収めておきました。
実際着てみるとまた迫力や雰囲気が全然違うので、ぜひ観光に来るべきところです。ちなみにこの日は修学旅行生が多かったです。はい、それでは駅前に戻りまして、こちらのお店で松本名物の山賊焼きをいただきました。いやー、これがボリュームがあってね、とても食べ応えがあり美味しかったです。はい、以上簡単でありますが松本駅周辺を散策してみたという動画でお送りしました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。